はい、今日はですね、こちらメモ帳を使ったマジックをご紹介したいと思います。こちらは普通のねメモ帳なんですけども、こちらにですねボールペンで何だか分かりますかね。まあ穴だと思ってください。ブラックホールのようなものですかね。こちらにですね、まあ、10円玉ですが、消えてなくなります。ここの穴の中へ入っていってしまいました。続いて2つ目も挑戦してみましょうか。はい、3つ目も消えてしまいました。もちろんこれは破ってもらっても穴は開いていません。はい、以上、メモ帳を使ったコイン消失マジックのご紹介でした。このマジックのですね、種明かしは、マジック公開日の翌日ですね、投稿させていただきますので、このマジック公開日当日ご覧の方は1日だけお待ちいただければと思います。あとですね、チャンネル登録まだの方ぜひお願いいたします。登録していただきますと新着動画ご覧、の、お知らせをですね受け取ることができるようですので、まあ、そちらを通じて新着動画でお会いしましょう。それではご視聴ありがとうございました。チャンネル登録お願いします。ありがとうございました。随時更新していきますので楽しみにしていてくださいね。